こんにちは。競馬カフェご来場いただきありがとうございます。ティップスターの星月里穂です。この動画では水沢競馬場で開催される金杯の3連複フォーメーション予想をお届けいたします。まず今回1列目に選んだのが1番、セイバイラックです。デビューから2度の4着があるものの、それ以外は全て副賞圏内に構想しており、今回のメンバーが相手でも安定感を考えるのであれば、この馬が一番信頼がおける馬と言えるので、軸馬に選ぶのであれば最適な馬と判断して1列目に選びました。続いて2列目、3列目に選んだのが4番リトルカレッジ、8番ミヤギシリウス、以上の2頭を選びました。続いて最後3列目に選んだのが3番クルトゥルン、5番バルーントリック、7番オフビート、以上の3頭を追加した3連複フォーメーション7点で的中を狙いたいと思います。